ーツの話題ですとかお問い合わせは三重県 e スポーツ連合もしくはこの番組にもねメッセージいただいても結構ですので気軽にお寄せください。メッセージはレディオキューブのホームページ e スポフライデーナイトフィーバーの番組メッセージフォームから、 X はハッシュタグ e フラつけての投稿をお待ちしております。それでは今夜も e スポフライデーナイトフィーバースタートです。今日は12月25日です。はい、何の日ですか？クリスマスです。てってれてってってってキヨサンタ、ありがとうございます。通りで上半身赤いと思ったぜ、ね、真っ赤っかで真っ赤っかだ、キヨサンタ真っ赤っかで。収録日がねクリスマス当日ということ で、ね、皆さんに見える時にはもう年は明けてると思いますけど、はい、はい、あのどうぞ開けてください。え、いいの？もちろん。これ何？あのね、ちょっと、あのね、なんていうか、あんま期待しないでほしいんですけど。おー、かわいい。チョコレートですか、これ。チョコレートと、チョコレートと、サンタちゃんじゃん。サンタですね。それね、顔が変わるのよ。変わる？どうしたら？そうそうそう。どこ押したんすか？真ん中、真ん中。あ、本当や。ちょっと目ずれるんだけど。なにこれ。あの、お二人ともね、小さなお子さんが、いるということで、これこれすごいよ、これ、ね、遊べるおもちゃありがとうございます、はい、すげえ。サンタクロース最高じゃん、はい、で、あの大人用にちゃんとチョコレートも一緒に。すげえ、サンタさんだ。はい、サンタこれはもうコシコシしない、今コシコシしないでくださいこれ子供二人取り合うで、これ取り合いますか。これは戦いが起きるレベルの、なんならディレクターさんにも同じやつ入れてあります。なるほど、ありがとうございます。100面相ができますね。たったた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 。もう今日は収録やめてパーティーで終わる。パーティースタートですね。パーティーパーティークリスマスパーティー。これがね、あ、美味しそう。唐揚げ屋の一角になぜか売ってるチーズケーキでーす。四日市の？四日市の。唐揚げ屋の一角に。あ、まあ会社名とかあんま言うとあれか。なぜか売ってる。あの唐揚げ屋の一角にあるチーズケーキって言ったら多分もう本当ここしかないと思います。え、美味しそう、すごく美味しそう。これもう私はもうめちゃめちゃいっぱい食べたの。ほう。とっても美味しいから食べてみんなが。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ディレクター様にもお持ちしておりますので、すごい。嬉しい、ありがとうございます。ちょっといやなんかそんなんやったら俺何も持ってきてないの。あとコンビニで弁当買ってないのに無理やりもらってきたフォーク3つ。なんでどうやったの。いやあの、ね、おにぎり買った後にお願いなんでフォーク3つくださいって言ったらくれる。殺しておにぎりフォークで食べんのかな。しかも3つね。3人で。すごい。これじゃあまたいただきましょう。あ、はい、そしてテテレテテ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 テ、無限クリスマスループ。え、ディレクターさんから甘いものの差し入れで、スニッカーズとチョコチップクッキーです。いいですね。パーティーですね。パーティーですね。うちももうほんま、6日ぐらいからかな。うん。嫁が倒れて、ほんで次娘が倒れて、順番になってくんだよ。倒れていって、俺22日にもう企業対抗戦あるから休まれへんってさ、あ、絶対うつさんといてっつって、はい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 、でも看病しなあかんしみたいな、うん、有給取りつつこうやって、なんでか知らんけど全て俺に聞かれるメールに対して返答を打ちながら洗濯したりご飯作ったりとかして、なるほど、大変だ。もうダメだと思いながら22日を無事終えて、さすが鉄人だ、開放感しかない。今開放感、ね、そしたらみんなこんなのにいろんな気配りができる方たちばっかりでもう俺全然ダメだなと思って。何言ってんの、申し訳ないな。そんなことないんだよ。そんなことないよ。できない男すぎてちょっと涙が出てきた。僕たちはねイベント好きなのよ、うん、なるほどね。あと言うたら私今日放送があったから、あ、そうそうそう、今日放送からのいろいろもう準備をね、他の人たちのクリスマスプレゼントと一緒に買うてきてるから、はい、まとめ買いですよこれ。なるほど、今日はキヨサンタなんですね。キヨサンタです、っていうかね、でも
あのちょっと聞いてくれますか。うん、いいけど私ね気配りができなさすぎて、うん、私一人だけプレゼントもらう機会がこれまで幾度となかったんですよ。なるほど。下唇触りながらいやなんかこれはちょっと私なんかそういう女性の皆様の間でね、うんうん、やっぱこうクリスマスプレゼントの思わぬ交換みたいなのがあったりするわけですよ。あ、そうだよね。はいはいはい、あらちょっとまずいなってもらえてばっかりだ、もらってばっかりから、うん、その反省点を生かしたんですこっちも。なるほど。それもある。なるほどね。そうやっぱり今日はバチッと、今日バチッともちゃんと返せますよみたいな渡しますよ安心してください、安心してください、配れますよ、配りますよっていう。うん、ほしたらね、なんか他のその配る予定やった人たちいないとかね今日はいないみたいな。なるほど。あれれれみたいな、まあいっかじゃ僕もちょっときっかけあるわ。今日の夜ね、青年会議所のちょっと監査みたいなのあるのね、はいはいはい、それをに行かなきゃいけない幹事っていう役職の2名にクリスマス当日にこんなことさせやがってケーキぐらい持ってくるやろなんて脅されてましてねそれで買わなきゃ買わなきゃ、 そのついで感もある。あ、明日もあるし、そうそうそう、それと今日の分と買ってみたいな。だからその唐揚げ屋行ってそのチーズケーキを本当はその人たちに買っていこうと思ったんやけど、うん、チーズケーキは、あ、チーズケーキじゃなくて今日の夜は4人分買わなきゃいけなくて、はい、チーズケーキは3つしかなかったんですよ、うん、あ、3つだったら放送の方にちょうどいいわとだからこっちに回ってきた。4つあったら違うとこに行ってたよ。4つあったらタルトになってました。あ、タルトか。タルトもいいな。まあ、どっちもいいんだけどね。どっちもいいけどね。焼きリンゴとカスタードのタルトが向こうに行ったわ。ああ、なるほど。それもまた美味しそうですね。まあ、それ、まあ、今度それ買ってこようじゃん。来年のクリスマス。私はもうチーズケーキ大好きですね。はい、チーズケーキ一番好き。そうですね。うん、っていう、はい、慰め。そう、ただの慰め。慰め。ありがとうございます。よし。大丈夫ですか。ねね、ごめんなさい。どっちの愛が好きですか。そう、どっちの愛が好きですか。それもなんか深いですね。深いね、これスイッチよ、スイッチ。やっぱインディーゲームっぽいね。そう、限界オイル海へ行くはちょっとググろうかな。あ、ね、ググったんですけど出てこない。こういうやつ、なんかあのね、あ、ストーリーのシミュレーターみたいな。そう、あの疲れた大人の旅ノベルゲーム。疲れ切ったお姉さんが海へ向かいますそのままやったそのままやった。そのままっすね、確かに。舞台となるのは海浜公園、倉庫街、タワーマンションが立ち並ぶ静かで美しい海の街。個性豊かな旅人たちと出会いながら自分だけのお気に入りの場所を探す旅に出かけましょう。で、限界 OL の、セリフがね、昼下がりの街中で、つれえつれえけどまだ昼休みなんだよな限界やな。 OL とは思えへん。限界迎えてますね。おっさんやん、ね、間違いない。おっさんの口調になってしまう。なんだこれはっていうね。プレッシャーの押し付けはできるからね。そうですね。ん、プレッシャーの押し付け。うん、その東海大会のぷよぷよの時も優勝候補やった小学校の小6の子がミュウ君がなんか言ってた。親に聞いたらもうすごい司会の司会っていうか、あの司会も解説ももうミュウ君勝つでしょみたいな感じの煽りをしてたらしくて、もう前回あの全国大会ベスト4ですっつって、でもうこの予選ももう見てる限りはみたいな、安泰じゃないでしょうかみたいな感じで、もう試合前から持ち上げて持ち上げてっていうか、もう出場選手も隼人君とかもおらんし、もう多分いじる子がもうミュウ君しかいなくて、あ、そうなんや。続きで出てる子が後のメンバー、新規メンバーばっかりやって、あ、そっか。ネタがさ、実績がある子がミュウ君しかいなかったから、ミュウ君ミュウ君ってずっと言ってて、多分みるみる緊張してるのが見て取れたらしくて、で実際始まったらもう何やっていいか分からんかったって頭真っ白になって。なるほど。で、まあ、もう1回戦で負けてる、うん、かわいそう。そうそうね、1回戦で負けてるって話はしてましたけど、そうそうそう、真っ白になったっていうのも、でもそうか、そこもありますよね。そう、周りがね与えるプレッシャーっていうのもあるんで、それはなんかかわいそうやったとは、その言って出てた
親は言ってましたけど、そこに打ち勝たなきゃ。そうそう、それ、ね、まあそうですね、まあそれもそうったらね、またいい経験やったなって言ってくれたらいいんですけど、うんうん、ね、ここで一個学んで、うん、もう次はもうあんなことはないようにって言われても当然と思えるぐらいに頑張ってもらったら、そうですね、まあダークホースの位置から出てくる人らはやりやすいですね。 それはね、注目されてないから。去年がそうやったらしくて、みゆくんは、うん、誰にも注目され、もう隼人君ばっかり注目されてて、そうそれでこう一応2人で行って、でしかも予選も隼人君と一緒にやっグループやって、はい、でひょひょってもう3勝して上がっちゃったみたいな。あ、そっか。やっぱね、次は背負う番になったから、ね、そう、背負う番になった時の、うん、この隼人が背負ってたプレッシャーを背負った時に、あーってなったっていう、ね、なるほどね。いや、やつすげえんすよ、隼人ね、うん、もう全員のプレッシャーを背負ってあいつは全国3位になったんすよ、三重の大会。いや、ほんまにすごい。あいつなんか熱いっすよね、そうあいつは。バスケしてんねやろか、分からない。そっちは全然分からない。ありがとうございました。あっしゃ。お雑煮の餅は何個食べんの？アベレージは2。アベレージはっすよ。2なんや。はい。少ないね。少ないっすか？少ない。そんないきます？いっぱいのお雑煮でってこと？いや、まあおかわりしても、その糖全部で。1ご飯の。1ご飯に対してお雑煮の餅の数は？1に。1、2、1、2、1か。いや、じゃあ私はね、正直言ってお雑煮をあまり食べれないというか、お雑煮あんまり好きじゃない、あの、あら、うん、嫌いでもないんだけど、うん、普通って感じで、あの、はいはい、お雑煮と普通の餅出されたら焼き餅ね、うん、普通の餅食べてる。あ、そうだね、うん、焼き餅の方が好きなの。焼き餅の方が好き。なるほどね。きな粉とか焼き餅とか、お醤油、醤油砂糖とか、うんうんうん、のが好き。なんか、なるほどね、あの餅本来のあの噛んでたら甘みが出てくる。昔あのキリンの田村が味の向こう側って言ってたけど、ご飯噛みすぎたら噛み続けたら味の向こう側が見えるみたいなね。そうそうそう、はいはいはい、言ってましたね。私はその餅の味の向こう側を感じるのがすごい好きで。なるほど、ね、コメント食通かって言おうとしたらそれの5倍おもろく言われたその前ね。いやでもあの僕の大学の時の友達も、うん、あの別にお金ないわけじゃないんですけど、極度のめんどくさがり屋で、なんかあのプラスチックの容器に水とパスタ入れてレンチンしたら麺完成するみたいなのあるじゃないですか。それで、うん、そのパスタのみを食べてるやつも同じこと言ってました。パスタずっと噛んでたら甘みが出てくるって。ソースがなくてね。そうそうそう、なんかあの類、うん、割と味染み出てくるんです。ずっと食べてる。なるほど、小麦本来の味を楽しんでる。なるほどね。そうちょっとひもじい感じしますけど、むせてもうてますね。すいませんね、ごめんなさい、ちょっと今爆笑すると咳が出ちゃうかもしれない。大丈夫です。すいません、爆笑していただいてよかった。ありがとうございます。参考になりましたでしょうか。あの皆さんもね、お悩みとか質問があればぜひインフラまで送ってください。メッセージはレディオキューブのホームページ、イースポフライデーナイトフィーバーの番組メッセージフォームから随時お待ちしております。 X はハッシュタグインフラつけての投稿、こちらもねつけていただいたらお答えしようかなと思いますのでお待ちしております。それではそろそろお時間でございます。イースポフライデーナイトフィーバー、ここまでのお相手は清瀬こと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それでは皆さん、また来週。